いたくない。でも失いたくない。でもまだ失いたくない。確認ももらえるんで。なるほどね。そう、霊媒が見れるから。マインクラフト人狼ルール説明。このゲームは村人チームと人狼チームに分かれて戦うゲームです。役職はラウンドごとにランダムに振り分けられます。各チームはそれぞれの勝利条件を目指しリアルタイムで戦います。人狼と村人以外にも妖狐といった特殊な役職も存在します。それぞれの役職の特徴や勝利条件はこのようになっています。そして動画に登場する主なアイテムの効果がこちらです。ドン。はい、ドン。決まる。暴れるよ。だんだん短くなんか短くなる。冷めてきてる。無理しなくていいでしょ。冷めてきた。ちょっと熱が冷めてきた。四。やばいやばいやばい。やばい。お。人狼やりたい。一。あ。いやーって言っただけだから。花火でどれを探偵です。え、探偵です。あれ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 探偵が二人いるな。なんでなんで違う。え、なんでなんで。探偵です。チャットが多すぎて。あれ。また探偵出てきたまた。本見て。わかんないわかんないわかんない。じゃ最後僕霊媒です。ちょっと待って。どうしよう。なるほど。霊媒俺確定してるからこもっとくわ。あ、オッケーです。どこ同じやつ言わないよ。どこだ聞いたらやばい。どこだ聞いたらやばい。どこどこどこ。嘘嘘。行く。あ、やばいやついるよ。え、なになになんか今なんか意味なんか意味誰誰誰誰今なんか矢が撃ってる。え、上から。うわぁ。え、危ねぇ。グッチ死んだ。落ちた。あ、危ない危ない危ない。耐えた耐えた耐えた。あ、普通に落ちたの今。普通に落ちた。あ、スタッフが来てて。びっくりした。上に来たよね今。え、ちょっと今降ってきましたよね今。矢が降った。え、違う、俺のこと。誰か撃ってる。これ、あれ生きてるよね。あれ生きてる。ここいたの誰。ピクトさんとジャックさんと、とあと俺ゲンピョンさん。俺ここら辺にいたよ。じゃあここら辺はまあ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 白い。まあ撃ってはない。まだ分からんけどね。まだ分かんない。撃ってはない。撃ってはない。まあ確かに撃ってはいないっていう。とりあえず一人この中から出しますか。やらないでしょ。輪の中から。いいよ。ピクトさん人狼です。おっと、気をつけて、まだ気をつけて、まだ分かれてるから。まだ分かんない。ない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 。ジャックさん怖い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 。いや怖い怖い怖い。やめて怖い怖い怖い。めっちゃ踊ってくるこの人。なんで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 。まだ分かんなくない。でもまだ待って待って待って、やっていいの。もいや、まだやったら分かる。やったら分かる。やったら分かる。そうだけど。やったら分かる。でも失いたくない。でも失いたくない。でもまだ失いたくない。確認ももらえるんで。そうですね。そう、霊媒が見れるから。はい、どうすか。あ、やっちゃったの。かわいそう。ピクトさん人狼です。ええ、まだ人狼さん。え、なんてえぇーって。ラタンしろラタンしろラタンしろ。人狼さんも黒。人狼さんも黒。人狼さんも黒。ちょっと待って。探偵って言ってるよ。探偵って言ってるよ。強信者です。強信者でしょ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 。はい、だからそう。あと一人あと一人あと一人。しょぼすけは確定だから。そう、じゃあそうじゃん。それ見て。え、これ見た。しょぼすけこれ見た。これ見ました。強信者です。強信者だ。オッケーオッケーオッケー。じゃあ誰。グレー聞いてください。聞いてください。あの、ケイシーさんとアロエと俺はなんか一人で行動してるので怪しいと思います。自分入れるな。俺もその3人怪しいと思う。いや、これはもう下手に動かず投票行きましょう。いや、本当にその3人の中にいると思う。でもグッチとりあえずやりたいな。なんで？いや、でもね、このパターン。いや、誰なんだろうな。いや、グッチおとなしかったよ、一人で。なんかいや、もう2人ぐらい殺してるから。やろ、全員やろ。俺もう転落したから。じゃあ、じゃあちょっと待って。じゃあ分かった、ちょっと投票先減らすために俺もう死ぬわ。待って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 。あ、死んだ。あれそこにいる、あれそこにいる。じゃあ俺もやってください。俺もやってください。俺も村人なんで。誰をやってって。え、待って、そ、え、ケシさん。弓、弓、弓来てよ。アロエとケシさん。俺違う。いや、これアロエさんじゃないですか。おー、めっちゃ近い。ゲンピョンの顔面。なんだてね。え、俺わざわざこんな狙われて目立つとこいないよ。そしたら誰だ。ラッターもあるんだよね。でもこれまあ誰がグレー。俺グレーだろね、完全。いや、でもアロエは確かにその言い分はね、分かるんだよ。ほら、言ってるよ、原人が俺反応してたって。さっきあの後ろにいた T2 さんへの反応はしてたから。ああ、ほら、
ワンチャン。でもあれも身内切りするしかない状況だったんだよね。俺とラッタが怪しい今。いやアロエ。アロエに入れよ。え、なんで誘導するのやめてよ。だってもうグレー同士やから俺ら。じゃあラッタ入れるね俺は。そこで喧嘩する？あ、おい！ごめん、私も言えないが。あずめ、変な言うことは。ラッタ、すいませんでした。いや、すいませんでした、ラッタさん。ちょっと、あなたたち何やってんの？ポテト激しいんすよ。死んじゃうんすよ。じゃんけん勝ったってこと？じゃんけん負けたんだ、俺。じゃんけん勝った、よっしゃ。そうね、アロエさんと俺は死んでよかった。グッチいい判断。え、めっちゃどうしようもなかったじゃん今俺。俺も自殺しようかなって思ったんだけど。いやいや、まさかの自殺。てかラッターあのタイミングでさ、みんな殴って下に落とせば面白かったんだけどな。あー、死ぬかねあの高低差。あの死ぬんじゃねえ、分からんけど。いや割と意外と愚痴相撲生きてた例があったからね。あ、そうだね。あ、確かに。あ、確かに。